オリジナルグッズなどと引き換えができます。なお、来場登録端末での来場登録は7回の裏、ジャイアンツ公式アプリ、ジャイアンツアップでの来場登録は試合終了をもって締め切らせていただきますので、ご注意ください。ジャイアンツアップで試合開始1時間後までに来場登録をされた方を対し、近本。